準決勝です。全2組行われまして、各組4着までが決勝に出場できます。まずは第1組、千勝ご紹介いたします。1レーン、小倉くん、関西学院大学。2レーン、横山くん、大阪体育大学。3レーン、酒井くん、関西大学。 5レーン梶川くん、立命館大学。6レーン平松くん、大阪大学。7レーン白尾くん、近畿大学。8レーン吉岡くん、琵琶湖成蹊スポーツ大学。以上8人の出場です。 男子1部100メートル競走準決勝第1組目の結果をお知らせします。ご紹介いたします。1レーン、小池くん、大阪体育大学。2レーン、岡田くん、関西学院大学。3レーン、佐野くん、関西大学。4レーン、上本くん、京都産業大学。5レーン、遠藤くん、 立命館大学。6レーン、川西くん、近畿大学。7レーン、本郷くん、立命館大学。8レーン、加藤くん、京都大学。以上、8人の出場。 遠藤君、立命館大学、時間10秒55。 ここで女子100メートル競走決勝の結果をお知らせします。 1着斉藤さん、大阪成蹊大学、時間11秒89。 2着、柳屋さん、大阪成蹊大学、時間11秒95。
안녕하세요.